旅網の命を懸けた一撃により軍神関羽は葬られた。これにより慶州の大半は孫吾のものとなる。一方関羽を討たれた劉備の怒りは凄まじいものだった。孫権を討つ。孫家との縁戚関係を捨て劉備は大軍を率いて医療に攻め寄せた。だが迎え撃つ孫権に迷いや同情はない。劉備信仰の方を聞くと将を集め勝つための策を検討し始めた。それが父や兄を超えた王者として目覚めつつある孫権の戦い方。この大前自弱とした孫権の姿勢が若き俊英の奇策を引き出す。諸の奴らは大軍ですが長い距離を進軍してきています。遠征の疲労が溜まってる今奇襲をかけるべきでしょう。そうだそうだ。みんな両党の意見に賛成か。お待ちください。確かに両党殿の意見には理がある。しかし職軍の感情を見逃しています。何を言うか。新座者のくせに黙っていろ。そうだご通り黙れ。関羽を撃たれた職軍は意気健康の状態。ここは守りに徹し敵が疲労を自覚するまで待つべきです。悪くねえ理屈だぜ。だけどあれだけの大軍相手に守りきれんの。そうでしょうか。我らは過去圧倒的大軍を策によって打ち破っています。かの石壁の地にて。なるほど。リクソン、この戦お前に任せる。ようこそいらっしゃい。戦の準備は。はっ。両毛殿、怒りに任せた行軍やはり乱れが見えます。そこを突かぬ手はありません。家計を用います。修善殿と周泰殿は準備をお願いします。行きます。動きがありません。行きます。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。
レン殿、すぐに策を実行してください。我々は前線で命を張って戦っている。キレンは安全な方法でどうぞお休みくだされ。いつもは気長くですよ。皆の歩兵は無理に話せ。未熟な分、私が進んで動かなくては。行きます。次こそ我が知力でお前を倒す。敵将、私が討ち取りました。行きます。すげえじゃねえか。よし、俺らも決まっていくぜ。私の知力に勝てるとお思いか。隙だらけですよ。隙だらけですよ。くことがそのまま負けではない。Yeah.
ですよ。みんなで力を合わせましょう。力くですよ。一人で頑張ろうとしてはダメ。はいはい。隙だらけですよ。隙だらけですよ。
辺の豪華となり敵を飲み尽くすのです。よし、家計は成功です。孤立した敵を討ち取りましょう。やっぱおめえすげえじゃねえか。劉備の大軍も今や烏合の衆だ。あんたの指示に従って正解だったよ。行きます。
この兵器がお相手を務めます。敵将、私が討ち取りました。お願い、もうソングにあだなすことはないわ。だから、いや、
この命が尽きようと私は雲長の仇を。無益なことだ。孫権、武器を引け。リクソン、これだけの大敗を喫した職に再戦の力は残っていない。いや、違うな。私はただこれ以上妹を悲しませたくない。兄様、ありがとう。